つきものということで必然ですね、終わりは必然というお話をしようかなと思っておりまして、今回、このキャンディーライオンで一つの終わりが生まれました。一つの命が生まれました。はい、ということでですね、その一つの命、プロジェクターの命が、向かい合っていたということでですね、今回、皆さん、僕たちも趣向を凝らしてですね、映像の方をご用意させていただいたんですが、ですね、皆さん目を閉じていただければ、僕たちが作った映像が鮮明に、何かの中に浮かんでいることでしょうということで、僕たちが転換している場所に目をつぶっておいてください。そこで多分思い思い の思考を凝らした映像が流れているということでですね、ということでそんな感じでですね、どのような動画が流れるかはその皆さんのイマジネーションの、イマジネーションの世界ということでですね、ということでございます。はい、終わった、今日終わりました。ということで2曲目の方に参りたいと思います。メインさんで三振の花。しまう歌が響いた。
をいただきましたが、ちょっとね、すごいね、汗がね、あのね、今日な、いや、いつもこんなじゃないんですけど、なんか今日すごいこうね、目に汗が入って、トラブルですね、痛い、あ、物事にトラブルはつきものということですね。それとどう、やめとこましょうか。ですね、そうですね、2部のトップバッターということで、はい、1部の終わりのね、ダゴリ君が、なんかすごい晴れやかになるでしょうみたいな感じで締めていってくれたんですけど、ね、1曲目2曲目としっかりとこうバラードを歌わせていただいてですね、まあ晴れるというものにもいろいろありますのでね、はい、皆さんが想像していらっしゃったであろうかーっていう夏のカンカンデリーっていうものではないです、はい、ということでいつのものかっていうとですね、1月2三月ぐらい戻ってもらいまして、4月、5月の、こうね、のどかな日差しの中、高原で走りたくなるよう、走り出したくなるようなものでもなく、ここも想像力が大事ですね、歩き出したくなる、草原を、軽やかに歩きたくなるようなですね、日差しの差し方、日差しの差し方、これを忘れて、ということでですね、そんな、ね、ものをイメージしながら歌っているというふうな説明をしようと思ってました。ということですか。後半、内野になりましたね。そうですね、まあ、その、じゃあ、晴れやかな私の中にもやっぱり、まあ、曇り空というものがあるということでですね、はい、この次の最後の曲になるんですが、この最後の曲は女の未練がすごいこう詰まった、たらたらと詰まった曲となっておりまして、こう一旦、こうね、持ってください。曇るんですね。曇る、でも曇るっていうものにもカラッと曇るっていうものがあるのでね、土曜と曇るとカラッと曇るの差がすごい莫大なものだと思いますので、喋りすぎましたかね、ちょっとすいません。ということで3曲目、まあ、その未練が詰まってる曲をこのリードのやっすんくんがうまいことみんなにこの未練の感情を伝えると思いますので、歌詞を聴いてください。ということで3曲目になります。最後の曲です。中島美雪さんで化粧。
歌に思われたり流れるな涙心で止まれ流れるな涙パスが出るまで流れるな涙心で止まれ流れるな涙バスが出るまでバカだねバカだねバカだね私愛してほしいと思ってたなんて君とバカだねバカだねバカのくせに愛してもらえるつもりでいたなんて。